ょっと聞きたいんですけど、恋人にするならまっちゃんおは篠田麻里子。これは一択です。篠田さんです。なぜ？両方とも事件の嘘か本当かは置いといて、ガッツがあるかないか、悪いことが起きた後に表舞台に出れるガッツ、なんか頑張ってくれるなとかなんか最悪責任取ってくれるんじゃねえかなっていうのが俺は大事にしていて、あの状態で篠田さんはドラマに出たんです。そのドラマが当たってて、新しい仕事をまた作りかけてるんですよ。しかも篠田さんの話って、そのドラマが出たことによって前のそんなに炎上してないじゃん。もうちょっとなんかフリーの忘れかけてない、女優新しい篠田麻里子みたいな感じだ。何か事件があっても受け入れて次のアクションするっていうのがやっぱり今の時代合ってるし、潔さとかっこよさが俺あるんじゃないかなと思っていて、まああのガッツ、次にどんどんつながるようなことをやってくれそうだから、逃げ隠れしずにどんどん行くっていうあの姿勢ドキドキするじゃん。なので一番はまっちゃんもドラマに出てください。